はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日もですね、チタンのカメラの話をねしようと思います。チタンのカメラのね動画はねもう何本も出させていただいてるんですけど、最近チタンのカメラってね、どんなものなんだろうかなっていうふうにですね、改めて動画をですね制作してる折にですね、ネットで検索をしたりとかしまして、なぜにですね、上村スペシャル、冒険家の上村直美さんがですね、ニコンにですね、その発注してですね、F2 チタンを、それで、ニコンが F2 チタンを開発してですね、なぜにですね、チタンのですね金属を採用したのかなというところですね。私もなんとなくね、ニコン神話というか上村スペシャルの話をね、聞いてたようなレベルでですね、ちょっと興味があってですね、すごくチタンのカメラっていうのはね、憧れだったんですけど、本当つい最近ですよ、これね、つい最近ですね、私がね知ったのは、もちろんチタンのですね金属の特性をご存知の方はね当たり前だっておっしゃると思うんですけどね、極寒地、マイナス40度を超えるようなね、そういう寒いところでね、すごく脆くならないらしいですね。それはあくまでもニコン F2 は普通は真鍮のカバーでできてるんですね。真鍮で、その真鍮のカバーの F2 よりさらにですね、金属としてですね極寒地でちょうどいいようなものをね、ニコンが選んで、でこの F2 の外観のカバーにですね、その金属チタンをですね、使ってですね、この F2 チタンができたということで、ですからね、ちょっとこれはですね、引用の文章をね読みますけどね、ニコンのチタンボディは上村直美氏を欠かさずには語れないと、ね、彼が世界で初めて北極点単独旅行を成し得た時に携行した、ね、持っていったカメラのボディとレンズが、ね、もうその北極のですね寒いところの極端な温度差と強烈な振動で、強烈な振動っていうのはですね、犬ぞり、ね、犬に引っ張ってもらってですね、荷物をですね運んでいたようなんで、おそらくこうアイス状というか、凸凹なんでしょうね。でそこをですね、カメラが入った荷物をですね犬ぞりで引っ張っていた時にですね、中に入ってたカメラがねバラバラになってしまったらしいんですよ。なんかね、要は強烈な振動に負けてしまってね、分解してしまったというね、そういった教訓からね、上村氏はね壊れない頑丈なカメラの製作をね、当時の日本光学工業、ね、今のニコンですねに依頼したことから始まったと。でそれでですね、報道特需向け、いわゆる上村さんも報道カメラマンとしてのですね立場として、ニコンもですね、そういった特別なバージョンをですね開発を引き受けたんでしょうけれどもね、報道特需向けのニコン F2 チタン、ね、初期のもの、ね、それは上村さんのスペシャルも含めてですけどね、これ報道関係にね、何台か出たんでしょうね。でそれはね裏蓋が鉄製だったと。でこれはね、普通の F2 は裏蓋がアルミ製なんですよ。でアルミ製というのは私もねニコン F3 を一番最初に使った時に結構使い込むタイプなんで、私酷使するタイプなんで、どんどん塗装が剥がれてくるんですよね。このほらご覧になってますように、この私の F2 チタンですけど、どんどんこれね、本当にこれは撮影中にはここまでね塗装が剥がれないんですけど、ね、日頃ですね肩からぶら下げたり胸からぶら下げたりしてね、歩き回って使ってたもんですから、このように塗装が剥がれてくるんですよね。でそうするとですね、この下地が見えることによって綺麗な新品の時にはですね分からないような金属感というのがですね理解できるわけですよ、ね、例えばこれだったらアイピースが、ね、塗装が剥がれていて真鍮の下地が見えてますよね。これ真鍮って分かるのはこの色がちょっと黄色っぽい、ね、それでここチタンって分かるのは、ね、これは、ね、ちょっとこう白金というかね、キラッと光ってるような、ね、感じですよね。それでこれね、特にこの F2 チタンのカバー、ね、上のカバーがこれチタン製、ただチタンといってもね、いろいろと調べてみたんですけど、純粋なチタンなのかチタン合金なのかっていうのはね、ちょっと調べてもね、文献がね、ネットではありませんでした。だから F2 チタンが純チタンなのかチタン合金なのかっていうのはちょっとね、今私は把握できてないんで、
でもしもですね、視聴者の方でそこら辺お詳しい方があったらぜひ教えてくださいね。チタン合金なのかチタンなのかっていうのもね、またね、あの性質が違ってくると思いますからね。まあただまあその辺の深掘りの話はちょっと置いといて、まあそういったことでですね、あのチタンをね採用したね、あのというところでの中で、まあ裏蓋が鉄製だったと、ね、これは強度アップが目的でしたね。それでそれはね、アルミ製に比べてってことですよ、ね、通常モデルの裏蓋はアルミ合金ね。それでまあチタンモデルのネーム入り、これは一般販売されたものですね、この報道用が出た後にね。ネーム入りなどその後のチタンモデルは裏蓋もチタン製ですということね。まあ、だからいわゆるですね、なんで鉄製だったかっていうのは、当時あのこの部品ですね、このチタンの裏蓋のこの部品のこの形状があの複雑ですよね、これね、意外と。これほら、これね、ノーマルのね F2 のアルミ製の裏蓋とね、ほぼねこれデザイン一緒なんですよね。でそれでこのですね、あのこうほらこの辺の曲がりとか曲げとかね、こういうところが普段の工作技術ではね、あのチタンで加工するのが、まあ、当初は難しかったということのようでして、それで鉄製の裏蓋にしたんでしょうね。でだからね、鉄製の裏蓋に関してもね、まあ、ちょうど引用したね文章がありますんで後ほど紹介しますけどもね、まあそれでですね、当初のね、あの報道用の上村スペシャルも含めて、だと思いますけど、裏蓋は鋼鉄製、鉄製だったとね。それでですね、まあ、後の報道モデルとあのネーム入りのチタンはね、裏蓋もチタン製になったと。でね、後にチタン材の加工技術の向上で複雑な曲げ加工もできるようになったからだけどね、上村スペシャルや、ね、やっぱりその後の報道向けに出した初期の頃はまだそれが間に合わなかったっていうふうに書いてありますね、やっぱりね。でそれでですね、鉄製の裏蓋の F2 チタンのね、大体レアさ、まあ今はこれ結果的にこれレアなだけですよ、あの当時は鉄製よりはチタンの方がいいから。でなぜかっていうと、まあチタンの特性は後で話しますけどね、チタンはあの鉄より軽いんですよね。鉄より軽く、あのアルミニウムより強い、まあ、そしてまあ真鍮よりも強いというふうなところで、鉄の裏蓋に変えてチタン製にはしたんですけども ね、その鉄製の裏蓋の F2 チタンは最初期は773万台の製造番号と、あと774万台の製造番号で、ね、およそ100台作られたんだそうです、ね、鉄製の裏蓋の F2 チタン、ね、それでその頃ですけど、ちょっとこれもね、私がですね、調べた中の話なんですけど、F2 チタンは、ね、これね、以前の動画では話をしてませんけど、あんまりね、まあ、ちょっと触れたかな。このですね、ファインダーカバーがチタン。まあ、そしてね、向かって左側、左軍艦部のカバーがチタン。で、向かって右側の右軍艦部の、ね、カバーがチタン。ね、そして、ね、底蓋。底板ですね。この底の板もチタンなんですよ。でそれでですね、まあ報道用の初期の頃は鉄製だったんですけど、ね、それが途中から裏蓋もチタンになりました。それでネーム入りの一般販売のものもチタンになりました。それでね、エプロン、このエプロンもですね、チタンというふうに言われてます。どうなのかな、今僕これ結構ね、やっぱこれチタンですね。これ塗装が剥がれてますからね。ここチタン、真鍮じゃないんで。これチタン。で、それでですね、これなぜね、これ報道用のモデルの、F2 ノーネームと言われてるね、中古市場で。そういうモデルなんですけど、これはじゃあなんでじゃあね、エプロンもチタンなのかっていうと、製造番号がね、新しいからですよ。比較的。古いものじゃない。ね、920-2816、2816番ですよね。だから初期型のではないので、だからチタンカバーになってます。エプロンもね。だから私はですね、大体そもそも鉄製の F2 チタンを探すような気は全く最初なかったんです。ね。それはなぜかっていうと、すべて、オールチタン。まあね、ちょっと言葉がちょっとこうね、語弊がありますけどね。すべて、できるだけその部品交換をされてるとすれば、チタンの方がいいというふうに私は考えておりまして。ね、それで F2 チタンも一番最初に買ったものに関しては、鉄製の裏蓋ってことはその当時知らなかったんですけどね、鉄製の裏蓋があったってことはね、富士屋カメラさんで買った時に、まあ、製造番号の個体としてね、これは2000番ですよね、2816番ですけどね、もう2816番で全然問題がないと思った、ね、それはその時にですね、
初期型のモデル、特に上村スペシャルの時代ね、ね、773万台と774万台の本当一部の100台と、あと920万台の、ね、初期型のものに関しては裏蓋が鉄製なんだと、ね、いうふうなところの中で、ね、このエプロンは真鍮製だったっていう話もあるんですよ、ね、エプロンがね、このエプロンっていうのはマウントの取り付けの部分のこの前の部分です、これね、エプロン。そして、ね、773万台と774万台の本当に、まあ、それはベータ版みたいなもんですよね、今で言うと。でニコンが開発途上でとりあえず報道向けに、まあ、一部を売ったんでしょうね。でそれが773万台と774万台だったんですけど、これはねちょっとこう文献ではね何種類かの話があって、このですね上カバー、左軍幹部と右軍幹部は真鍮だったっていう話もあるんですよね。まあ、それともう一つはね、まあ、これも本当に定かじゃないんですけど、右軍幹部ね、この巻き戻しクランクがある右軍幹部の方だけが真鍮だったという話もありまして、でそれでそのねこっちの左軍幹部はチタンだったという話もあるんで、ちょっとその辺はわからないんですけど、やっぱりその時代の超初期型の F2 チタンに関してはまあ後のですね報道用の F2 チタンノーネームと、ね、ネーム入りと比べると全箇所がね、いわゆるその新しいものがねチタンになってたというところの全箇所が全てがチタンではなかったというようなことだったらしいんですね。でそれでまあ私もねコレクター的なね立場でね鉄製が欲しいなというふうには思わなかったんですよ、そもそもは。それはやっぱりさっきもちょっと話ねかけてましたけどね、やっぱりなるべく全ての部品がチタンの方が嬉しいですから。でそれは当然1台だけ F2 チタンを買うんだったら裏蓋が鉄製のものよりねチタン製がいいと。でそれでまあ一番最初に私がですね富士屋カメラさんで見つけた時はこのカメラは11万5千円でした。最初にネットで出れて、それでその当時に富士屋カメラさんね写真をですね出してたと思うんですけど、その私が買おうと思ったこの F2 チタンに関しては写真がなかったんですね。でそれで携帯で検索して富士屋カメラさんのページをね、それでまあ11万5千円だったので、まあ、その当時は11万5千円って言ったらねそんなにねめちゃくちゃ F2 チタンの価値としては高くなかったんですけど、それはね全体的にニコン F2 を含めてねニコンのマニュアルフォーカスのカメラが値が下がってた中古市場で。もうデジタルのですね、もう、もうだんだんもうプロもですね、もうデジタルを使っていてですね、もうデジタルに移行しているような時代だったので、フィルムカメラの価値がね、一時的に下がったんですよね。で、それと同時に F2 チタンもですね、安くなったと。いうことで、その当時、まあ私もですね、ずっとF2 チタンは若い頃から欲しいなというふうに思ってましてね。で、まあ、変えずに至ったんですけど、そこら辺の話もちょっとさせてください。まあ、それは私のですね、思い出話になるんですけど、写真学生の時代でしたね。1984年頃の話ですね。ね。1984年か85年ぐらいの話ね。たまたまその時に東京におりまして、で、新宿の歌舞伎町に、ね、ピンホールさんというね、中古カメラ店があったんですよ。ですごくね玄関の間口は狭いんですけど、奥行きはちょっと縦長で細長い感じでね、奥行きはね、でお店のスペースもすごくね狭いお店でした。でそこをですねよく学生時代にですねまあ、学校が終わると、私は当時ね千葉に住んでた船橋市に住んでたんで、総武線でね千葉の方面に帰るんですけど、まあ、友達と一緒に新宿にねカメラを探索に行くわけですよね。まあ、それで買えもしないんですよ。お金もないですからね。で、ピンホールさんに寄ってですね。ね、それで中古の棚をですね、まあ、見上げるわけです。ね、そうすると、この F2 チタンがですね、ね、一番高いところの棚に鎮座してるわけですよ。ね、それでまあ当時、まあ F2 チタンもね、まあ冒険家の上村直美さんが使ったカメラなんでってことで、そこら辺はニコンも歌ってましたんでね、そこら辺はね、まあちょっと F2 チタン、でどんなものなのかなってことをですね、こうねガラスのですねショーケースに入った F2 チタン見上げながらね、当然触れることはできません。買わないと触らせてもらえませんからね。ね、でだってそこのおやじさんね、すごくねあれです、厳しいお方でしてね、ね
あんたら邪魔だから帰ってくれよってね、もうはっきり教える方でした。ね、もう買わねえんだったらもうね、悪いけどさ、他のお客さん今来るからね、もうちょっとそこに長居しないでくれだなんてね、おっしゃる方でしてね、まあ、それは業界では有名だったんですけどね。まあそんなことで、まあ、ピンホールさんではF2 チタンをですね、まあ、見上げてね、どんなものなのかってことを外観を眺めることで、しかも上から見れないんですよ、ね、私より背が高いところのショーウィンドウにあったんでね。でだからこうした、ね、今私は今俯瞰してますけど、こう今ねこう下の方から見てますけど、もう本当にこの下の方から見える感じで、ね、塗装がちりめん塗装だというところぐらいで、それでね、ちょっと、まあ、話が脱線しちゃうな。まあ、当時はね F2 チタンも憧れだったんですけど、 F3P、ね、F3P ですね、 F3P が私の実際一番欲しいカメラだったんですね、報道用モデルの、ね、でそれでその F3P もピンホールさんにあったんですよ。で一番ですね、背の高いですね、ショーウィンドウだったんですけど、一番上がね、その一番上に F3P も鎮座してるわけです。でそれで当時F3P がね21万8千円だったんです。でおそらくね消費税はその当時なかったんじゃないかなと思うんですけどね、消費税はねまだね物品税があってね。でそれで21万8千円で、当時 F3P の本当に標準希望小売価格はまあ知らなかったんでね、それは確かね明確にカメラ雑誌には出てなかったような気がするな。だから F3P がいくらなのか分かんないと。でそれでピンホールで21万8千円だから、あ高いよな F3P ってのはって。なぜなら当時ニコン F3 は13万9千円でした。でそれで F3 のハイアイポイントっていうねファインダーがついてるね、後に出たものですね、 F3 が出た後にね、そのハイアイポイントをベースにした F3P なんですけどね、それのその F3P は14万9千円でしたね。それに対して14万9千円に対して21万8千円だったからすげえ高いですよね。ね、だから学生にとってはちょっと手が出ないカメラでしたね F3P も。でそれでその横にあったこの F2 チタンも、当時はねネーム入りもネームありもほぼ同じ値段でしたね。でそれでピンホールさんでは23万8千円でしたね。まあだから23万8千円もするので、ね、当時新品のねF3 をもう一台買い足すっていうことすらなかなかできなかったので、ね、やっぱりまあ単純に憧れのカメラとしてまあ頭に入れる、ね、目に焼き付けるというそういったことしかできなかったですね。まあ、それでねスペックの中でねいろいろ文献、その当時まあカメラ雑誌で知るしかないですよね。でそしたらね F2 チタンは、ね、普通のアイレベルファインダーと違ってファインダー部、ペンタプリズムカバーがチタン。そして、まあ、当時こういった呼び方はしませんよ。今私がもう私の言い方で言いますよ。左軍艦部カバーもチタン。で、右軍艦部カバーもチタン。そしてエプロンもチタン。で、底板もチタン。そして裏蓋もチタン。ね。というふうに歌われていてですね。そしてですね、もう一つ。ね。これね、ちょうど皆さんね、これ今まで F2 チタンをね、ファインダーをね、動画の中で外したことないじゃないですか。ね、今日はちょっと外してみましょうね。で、これね、外し方がね、ちょっとコツがいるんですよ、これね。で、ここをですね、この接眼窓の左側をね、爪でこうやって押して、ね、開くんですけど、ちょっとこれコツがいりましたね。上からファインダー、この D1 をですね、ぐっと押さえつけて、ね、押さえつけて押すと外れるんですよ。ほら。でこれで外れますね。でこれで、はい、チタンの、ね、D1 です。これね。でこれね、なんでね、こっちのねボディでやらなかったかというとね、これ落っことしたね経緯があるんでね、ちょっとこれ皆さんの前でねファインダー外すとしたらカットは簡単に外れないんでね、これでこっちでね外すのはやめたんですけどね。このようにね D1 外すにはね、ここのですねボディの左側ね、これは覗くね背中ですよ、背中側から見て左側の側面の方にこの銀色の丸いところがありますよね。ここを爪で押してこのファインダーを外すということで、それでですね、まあ、なんでこれをお見せしたかというと、ね、ファインダーのですねこのチタンカバーのだいたいそのまあ厚みがねどんなものかってお見せしようと思ったんですが、ただねこれね私うっかりねしていましたね。もうだいたいもうこれねファインダーをね外そうかなと思った時になと思ってたんですけど、ね、この F、ね、F3P と同じようにねファインダーとボディの間に水がですね、隙間、ね、水が入らないように、その隙間埋めでゴムのね、
このですね、防滴処理がしてあるんですよね。ゴムが貼ってあるんですよね。だからちょっとこれですね、実際私、潰れたファインダーを叩き出すのにこれ分解したんですけどね、あんまりね、分厚いものじゃなかったです。このファインダーのチタンのカバー自体はね。まあ、だからその辺ちょっとお見せしたかったんだけど、そうか、ゴムが貼ってあったからなって今思い出しながら。あ、それとね、これもね、脱線しますけど、またね、言い忘れたらいけないんでね、これ言っときましょう。F2 の、中古品を探されるときはね、このペンタプリズムの、ですね、こう、何かな、一部銀蒸着してあるんですよね。その銀蒸着してるところがですね、腐食しているものが最近多いです。まあ、最近というかもう経年劣化していて。だから、極力ですね、ペンタプリズムの銀蒸着の部分が腐食していないものをね、探してください。まあ、もちろんそれはね、仕方がないですよ。多少ね、銀蒸着が腐食しているものがしかない場合もありますからね。まあ、でも、どっちみちね、時間かけて探すんだったらね、そこら辺は重要です。それと、もう一つは、ね、今 F2 を現にお持ちの方。で、キートスさんとかにね、例えばオーバーホール出してもいいよとかね、まあ、出してみたいと思われる方は、なるべく早めにね、出された方がいいです。それはですね、銀蒸着がですね、これ、正確に言うとね、厳密に言うとね、違うっていう話もあるんですけど、このファインダーの中か、もしくは、このですね、ボディのこのファインダーを乗っけるところのここの部分ですね、これ、ここ。ね、モルトがありますよね。で、このモルトがですね、こう、何でかな、この経年劣化でですね、でこれが、何かな、そのガスを発生してですね、そのガスが影響して、このプリズムの銀蒸着が、ね、ダメになってしまうというふうなことらしいんですよ。だからね、そこら辺ですね、考慮してですね、早めに調整してもらった方がいいですね。それとこれはですね、もう一個。これもね、言っていいかどうかわかりませんがね、これは、間違ったことかもしれないというふうなことの前提で聞いてください。これはですね、私がお世話になっていた松江のカメラ修理店のオーナーさんが話してたんですよね。F2 チタンは、このファインダーの中のプリズムの押さえのところにも、ね、モルトのようなものがあると。で、それもですね、経年劣化で、プリズムの、ね、銀蒸着を腐食する恐れがあるので、それも処理した方がいいよっつって言ってらっしゃったんで、で私の F2 チタンに関してはそれをしてもらいました。だからまあちょっとこれはね、あんまり言っていいかどうか分かりませんが、そういったこともあるらしいので、ね、できるだけ F2 チタンをお持ちの方でね、長持ちさせたい人はね、そこら辺も考慮された方がいいと思います。はい、これはもう本当に余計なことじゃなくて、私自身もね、F2チタンオーナーなんでね、そこら辺はね、考えていますけどね。で、こちらもね、これは中古で手に入れた F2 チタンなんですけど、これはですね、ファインダースクリーンが E マットが入ってますね。砲丸がね。で、私が買ったものはね、全部ノーネームなんですけど、ほとんどがね、B のマット型、ね、マット式が入ってました。で、これも富士屋カメラさんでね、最初に買った1台なんですけど、これもマット式が入ってましたけど、ただこれはですね、砲丸の E マットに交換してあります。これはたまたまね、その当時まだまだね、中古でね、マットも手に入るようなタイミングだったんで、ね、そういったものにしてありますね。で、それでね、F2チタンの話したのはすごく長いんですよ。本当に前編後編で終わるかなと思ったんですけどね、まだまだね、話をね、ができるんですけどね、私自身がそのチタンに関しては、なんとなく、その、上村スペシャルで採用されたというふうなね、ニコン神話、エピソードがありましたからね。それでチタンのカメラってのは欲しいなというふうに思って。そしてピンホールさん、ね、中古カメラ店などで見てですね、欲しいなと思ったけど高くて買えなかった。まあだからまあ、結局ですね、若い頃には、これを手にすることはできなかったです。ね、それで私が世話になっていたスポーツ新聞社にもね、F2 チタンはなかったんですよね。一台もなかった。そうね、副車用のカメラでですね、ニコン F はありましたけどね、ニコン F の後期型、最終後期モデルがですね、もうガタガタにですね、使い込まれて、あったんですけど、ね、その他はですね、もうチタンはもう一切、もう影も形も姿がないような状態でしたからね。だからまあ、
F2 チタンをですね、学生時代には手に入れることはできなかったですね。はい。まあ、それでね、まあ、F2 チタン、ね、の話というふうな、ね、ところの中で、まあ、チタンのですね、金属のですね、まあ、特徴みたいなものをですね、まあ、最近知って、ね、耐寒性がね、やっぱりこうね、良かったということで採用されたというふうなところの中でね、まあ、とりあえずちょっとまあ文献をね、少し読んでみましょうかね。ね、まあ、まあ、じゃあまずこれは F2 チタン上村スペシャルね、まあ、いわゆるニコン神話のですね、上村スペシャルの改良点、改造点。だから私が今手にしているこの F2 チタン、ノーネームとは違うというところですね。まあ、本体はニコン F2 アイレベルファインダーボディ。だからこれと一緒。ね、ノーネームと一緒。ね、で、チタン外装化。黒チリメント総仕上げ。で、この黒チリメント総仕上げっていうのは先ほど私もね、申し上げましたけど、デコボコしてるのさ、これ。ね。で、これはおそらくね、チタンの金属がね、極寒地では鉄よりね、冷たく感じないらしいですわ。なんか。ね、それでそのことと、脆くなりにくいからね、極寒地でマイナス40度を超えるようなところでね。でそれでまあ採用されたんですけど、そのもう一つね、このチリメント層がしてあるというのは、冷たい金属になりますんでね、いくらチタンでもね、それが肌に張り付いちゃうわけですよ、ね、でだからその肌に張り付きにくいというところを少し考慮した塗装に変わってるという意味で、一般のブラック塗装の F2 と違うようなこの塗装が施してあるって聞いたんでね、まあ、それが本当ならばそうかもしれないなっていうふうな気はしてますね。だからこのチリメン塗装ってのは私もね、意味がそんなにね、あるとは思ってなかったんで、ね、まあ、実際、ね、まあ、どんなもの、なぜそういう風になったのかっていうのはね、まあ、最近そういう風に思うんですね。まあ、だからなんかね、なんとなく私もね、そんな極寒地ではないんですけど、山陰の寒いところで、まあ、ネガカラーフィルム入れてね、普通自体も使ってましたんでね、もう雪の上に置いた写真もね、SNS で置いた、ね、撮ったりとかしてましたからね。で、確かに考えてみたらそんなにひんやりとしてっていう感じはしなかったような気もします。まあだけどまあね、チタンだからって全く冷たいわけじゃないんでね、あ、冷たくないわけじゃないんでね、まあだからそういったね、極寒地でね、チタンは良かったんだなってことをね、改めてね、最近のね、文献で知りましたね。であとね、まあ、ちょっとごめんなさい、話が脱線したね。でフィルムの順巻き化、ね、通常の巻き上げとは逆にしてあると。それはね、あれなんですよ。こないだフィルムをね、入れる動画をね、撮ったんですけど、そこでね、皆さんにお見せしましたけど、ね、ここの、まあ、ニコンの F2 は、底板のね、向かって左側、ね、今こうやってね、背中から見てますよ。ね、底板の向かって左側に、ね、裏蓋開閉ロックキーがあります。で、これをね、半時計回りに回すと、裏蓋が開きます。で、それで開けて、で、フィルムを入れるときですね。これご覧ください、皆さんね。これいいですか？シャッターを切って、回しますよ。こっちのスプール見てください。で、順巻きだったらば、これがね、時計回りに回ります。こっちの、右の方のね。それが、これね、逆回転なんですよ、これ、ほら。ニコンは大体、そもそも F3 もね、FM2 もね、すべてこの逆巻きなんですわ。で、この逆巻きだと、フィルムが、ね、ロールしてる、ね、新品のフィルムって、こう、ね、こういう風にカールしてますから、こういう風に、こういう風にね。それが逆巻きになっていくので、ね。やっぱりね、こう、乳剤がね、こう、何かな、表面に塗布してあるフィルムが、寒いところ、極寒地では硬くなりますんでね。やっぱそこら辺でまずね、フィルムに対して良くない。それともう一つは、ちぎれる可能性が出てくる。ね。フィルム自体が冷たくなって、硬化してますからね。硬くなってるんで。で、だからそれで順巻きに。してあります。ということで、その上村スペシャルは、体感仕様として、ね、まあ、ニコンは通常これ逆巻きにスプールがどんどん巻いていくんですけど、それが順巻きにしてるということだったそうです。ね。まあ、だけどさすがにね、私もね、上村スペシャルは本物が欲しいな、だなんてことはね、全然思ってないんでね、今でもね。ただまあそういったことで、そういったことがね、してあると。でね、あと巻き戻しクランクを赤色に着色。ってね、ありますでしょ？でね、これはね、ここの巻き戻しクランクのですね、このね、このノブのレバーですね。ここのですね、上面がオレンジ色のね、シールが貼ってあった
ですよね。まあ、ちょっと一部ね、ちょっとまあ某カメラさんで、赤色ね、塗料処理というね、部品を売ってたことありますけど、それはね、もっと作りが良くてね、ここ、くぼんでましてね、そこにね、ちょっと赤いというかね、オレンジ色の塗装がね、こう、施してあるようなね、もっと立派なものだったんですけどね。まあ一応、上村スペシャルの展示品を見るとね、そうではなくて、蛍光テープのような感じのテープが貼ってありました。で、それで私ね、今回前代未聞というか、赤山衆チャンネルではね、初めてお見せするね、ものをね、出しましょう。ね。まあ今日はね、1時間番組になってますんでね、ちょっと長いですよ、話は。ね。F3 チタンがうちにあるんですよ。これです。これ。で、これね。で、今ね、もう一台ありますでしょ、これ。これ普段、赤山衆チャンネルでよくお見せしている F3 チタンのシルバーですね。チタンカラー。ね。で、これがね、実は、もう、あと2台本当にうちにあったんですけど、1台はね、友人に譲ったので、もう今これしか残ってないんですけどね。これが巻き戻しクランクにオレンジ色のシールが貼ってありますよね。これは上村直美スペシャルを、オマージュしたものなんですよ。これね。それで、それはですね、ニコン F3 チタンの上村スペシャルっていうのがあって、ね。で、それをですね、それがチタンカラーだったんで、ね。その当時のもの。それで、このニコンのロゴマークのところのプレートが黒だったんで、これはね、ニコンさんで改造したんではなくて、この2台ね。これ。私が部品をですね、自ら自分が持ってる F3 を分解して、ね。ジャンクの F3 もう何台も、十何台持ってますからね。もうそれでもうボロくてもうダメになったものをね、分解して、で、部品取りをして。で、このチタンカラーの、このシルバーの母体のですね、ニコンロゴのプレートは外してですね、このブラックのプレートに交換したということ。で、これはもう上村直美スペシャルに憧れてオマージュしたんですね。で、それでまあ、この巻き戻しクランクも、このオレンジ色にね、テープが貼ってあります。まあ、これがですね、ニコン F2 の上村スペシャルもそういうふうにしてあった。で、その理由は、ね、フィルムがちゃんと巻き上がってると、このね、巻き戻しクランクって回っていきますよね。ね。そうすると、それがね、目視で確認しやすいわけですよ。ほら、これが。これぐるぐる回りますからね。フィルムがきちんと、寒冷地で、ね、切れずに回ってるかどうか。でなかったら、せっかく何枚も撮ったつもりでもね、全くフィルムが切れてしまって、中でね、ダメになってたら、もうね、すべてがおじゃんですからね。で、そこで上村さんは、このですね、巻き戻しクランクに、この回転がよく目で分かるようにですね、こういったその色をですね、つけてくれとニコンには要望してですね、ニコンがやったらしいです。はい、それを今私はこの F3 チタン上村スペシャルのね、にあやかって自分が勝手に改造をしました。まあ、それでちょっとね、これもうね、仲間らしい皆さんね、ここまでね付き合ってくださったらもうちょっと付き合ってもらいたいんですけどね、この F3 もね、もう私もマニアですからね、F3 チタン上村スペシャルを真似したということではなくて、極力これはですね、報道スペシャルに改造しています、この F3 は。まあ、それはですね、 F3 チタンの上村スペシャルは MD4 付きでしたから、 MD4 の報道用としてね、ですね、このグリップにゴムが貼ってあります。これは寒冷地でね、冷たくないね。それであと、この防水ボタンで、防水ボタンでこれはボタンが交換してあります、ね。まあ、ただこれはですね、この間後藤さんとね、動画撮った時にね、はっきり分かったんですけど、実は MD4P というものがね、あったらしいですよ。ね。その MD4P というのはね、単純にニコンのプロサービスで改造したんではなくて、ね、これ後藤さんのお話によると、ニコンがもう MD4 の防水仕様として、ね、出荷したんだそうです。それはだからね、おそらくね、当初だと思うんですけどね、F3P は、まあ、ちょっとこれね、マニアックすぎてね、言葉だけでね、言いますよ。ちょっとね、説明するのめんどくさいですから。F3P の MF6B 付きのボディだと、ね、自動巻き戻し停止がついてるんですよ。そしたら、ここがね、出っ張って、この下が出っ張ってしまうんですね、ボディがね。ね。それでですね、そのボディとセットで、おそらく、ニコンは、MD4 の防滴仕様のものをね、出荷したと思うんですよね。で、おそらく、だから上村スペシャルは完全に、ですね、MD4 の中にも基板がありますんで、その基板が、水がですね、かかって、ね、例えば侵入した、毛細管現象で中に侵入したですね、
で水で、ショートしないようにですね、防滴剤が塗布してあった。でそこまでですね処理した MD4 の P、 後藤さんは MD4P とはおっしゃってませんからね、あくまでもね、あの MD4 の防滴処理をしたものがニコンが出荷したんだということで、ね、そこまでは真似ができてませんけどね、これはね、もう単にこれ見てくれだけですから、見てくれと、あと報道用改造の、まあ、ボタンが改造して、これはもうニコンでやってもらいました、これはね。でそれとあとはあのね、シャッターボタンに防滴ゴム、ね、ボタンがね施してあります。それであとはあのフィルムカウンターが1になるまでの80分の1工程をこれは削除してますね。これであとはこれ私が常に好きで全てのヨスリでほとんどやってるんですけどね、ここの裏蓋開閉ロックレバーを F3P と同じようにね、あの削除してます。でそういうふうな改造してあってね、まあそういったことでこの F3 チタンは私はあの上村スペシャル F3 チタンに憧れてあのまあこのような見てくれにしました。はい、まあ、だからやっぱり、ね、チタンのカメラってね、やっぱりなんだかんだ言って、まあ、私自身はですねかなり影響を受けましたね。それでね話が戻りますとね、巻き戻しクランクが赤い、ね、赤色に着色されて、でフィルムカウンターの31番以降を赤色赤色に着色したということです。でそれでね、あのそれはですね私は当然真似ができてません。でこれですけどね、フィルムカウンターが三角窓、ね、ここありますよね、これね。でこれが、まあ、今は電池がないんでこれね、緊急作動レバーで動かしますね。これずっとね、ちょっとこれね30何枚までなかなか言うの大変ですけどね、まあ、いわゆるですね36枚撮りのフィルムを装填した時に、ね、32枚以上のところっていうことは、ね、当然36枚でもうちょっとしか撮れませんよね。それが上村さんはすごく寒いマイナス40度を超えるようなところで撮影をしていたので、フィルムが硬化硬くなってね、あの中でバラバラに、ね、ちぎれてしまうということがね起こっちゃうわけですよ。もう36枚撮り全部撮り切ったのにね、それ以上巻こうとしたらね、あの全然寒くないところだったらばね、少々力かけてもねそんなに切れるもんじゃないんですけど、やっぱりねマイナス40度ぐらいのところでね撮影をするとね、やっぱりこの今32枚ぐらいになってますけどね、でこの辺であの赤色赤い色でですねフィルムカウンターが見えるようにしたんだそうです。それは当然これはね真似ができてませんね。でだからそういうことでやっぱりねスペシャル改造というか、ご自分のねやっぱりそういった極感値ね、そういったところでですね、あのこうカメラが問題を起こさないように、ね、きちんと写真を撮って帰れるようなそういう改造をねなさったということで、ね、だからそういうあの今スペシャルのカメラがあのミトニコンにね残ってるんだそうですよ、この F3 チタンのこの白が。でね、あとこれね、まあ、マニアですから、ね、あえてまたここも言わせてください。でこれは F3 チタンの上村スペシャルを真似はしてあります、一見でも完璧ではありません。でそれは当然私がね、あのさっきも言ったじゃないですか、上村スペシャルは体感仕様だからね、要は体感ってのは寒いって意味よ、耐えるあの寒い体感仕様だから、そこはまあもう当然真似ができてないという前提でね聞いてもらうんですけどね、それはですねまあ当然真似はできてないんですけれどもね、ね、あのあれなんですよね、結局ね、ここのパッと見でハイアイポイント HPハイアイポイント、ね、これは F3P、ね、F3P もねハイアイポイントですよね、今お見せしますね、 F3P もハイアイポイント。ところがね、上村さんのね F3 チタンのチタンカラーのモデルはねハイアイポイントじゃなかったんですよ。普通のアイレベルファインダーのサイズでチタンだったんですよ ね普通のアイレベルファインダーの DE2 っていうのがありますけど、まあ、今ちょっと私ね今日そこまで話すると思ってなかったんで、今 D2 はねあの奥から持ってくるの大変なんで持ってきませんけどね、普通のアイレベルファインダーのカバーがチタンだったんですね。そういったものが上村スペシャルの F3 だったんですよね。まあ、それはね実際最後のね上村さんがお亡くなりになったとされる、まあね、登山にはですね持っていかれてないらしいですね、 F3 はね。で最後は F2 チタンを持っていって、まあ、それと共に消息を絶たれたということで、まあ、上村さんがどっかで眠ってらっしゃるところのね、
あの近くにはあのその F2 チタンの上村スペシャルも一緒に眠っているんじゃないかっていうふうに言われてます、まあ、だからこの F3 チタンのアンチタンカラーに関してはですね、あの、まあ、ちょっと話はね多少今それたりしましたけども、ハイエーポイントではなくて普通のアイレベルファインダーだった、それはさすがに真似ができませんよ ね。だってアイレベルファインダーのチタンカラーのチタンのカバーってのはあの、ね、一般には手に入りませんからね。それでね、あのチタンのね、まあ、特性みたいな話がね、ほとんどね話ができずにどん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 私のね経験談みたいなものとかね雑何もうねもうなんかもう雑談みたいな感じねでね、こういろんなねこう話がこう出てきてますけどもね、あのこのですね F3 のチタンのファインダーは DE4 というふうに名前なんですよね。で、あの D4 ね、それでハイエーポイント、普通のハイエーポイントはまあ、うちに今普通のハイエーポイントが1個もないんですけどね、この F3P のファインダーは D5 でチタンのファインダーはチタンカラーも、ね、こちらのブラックの F3 チタンも D4 って言うんですよ ね。ですからそのこの D4 がね、あの別売で欲しかったんです私、 D4 とか D5 が。ところがニコンはね絶対に売ってくれませんでしたね。これがね当時あれですよ、あの現役の時代ですよ。で私ね欲しくて欲しくてたまらなくてね、ニコンさんに何回もね何回かね打診したんですよ。そしたらね、あの赤山さん、あの大変恐縮ですけれどもね、 F3 チタンとか F3P をお持ちでね、まあ、もしもそのねパーツが壊れたと、潰れてしまったということであれば修理で対応しますよと、でも別売でファインダーは販売は一切しておりませんと。それでねもう一つ念をされました、あの赤山さん、あのファインダーなくしたは なしですからねって言われました。僕ねその手で結構ね部品をねもらったことありますんでね、でもうそれバレてまして、もうニコさんに、あのね赤山さん部品がなくなったっていうのはダメですからね、部品がなくなったら普通のハイエーポイントファインダーを使ってくださいっていうふうにもうはっきり言われましてね、もうあらあの手は使えないななんて思ってね、もう、汗をかいたことがあります ね。まあ、だからそういったことでね、このチタンファインダーはね、やっぱりなかなか手に入らなくて、でそれで結局、ニコン F3 とかですね、その他もろもろのニコンのフィルムカメラがかなりね中古市場で下落した時、ね、に、手に入れました。もうジャンク品の F3 チタンみたいなものをね手に入れたり、でそれで、まあ、この F3 チタンも、これはですねある程度下落した時にですね、結構綺麗なものがね あったので、これも手に入れたものの1台ですね。で結果的にねチタンカラーはそんなに何台もいらなかったんですけどね、もう結構ね凝り性でアホですから ね、これは上村スペシャルにしたようなものだからね、まあ、ちょっともう1台また別のバージョンにしようかと思って、ね、これはこれで、ね、置いといて、ね、この F3 チタンも、ね、これ実用向け、まあ、これもね実用向けにしたかったんですけどね、ここまで結構綺麗にできたらね使うのがもったいないなって思っちゃってね、これはもう事実ですから、もう恥ずかしいところはもう抑えなく本当のこと言いますけどね、これいざ作ってみるとね結構綺麗な感じだったんで、これはね、まあ、ちょっと大事にしとこうかなと思って今でも撮ってあるカメラなんですけど、ね、こちらの F3 チタンはねこれは使ってますよ、これ結構これねフィルムの時代のね最後のところだったんですけど、結構これ使ったな。でこれねチタンカラーってねチタンのね塗装の上にさらに塗装がしてるんですよ、これ実は地金そのままじゃないんですよ、艶消しになるように何かねこう吹き付けてありますよね塗装がね。でそれだんだんほら今ライティングのね、今動画のライティングの反射で今皆さんにね分かるように今お見せしますけど、このような感じでね、剥がれてきちゃうんですよね。だから F3 チタンのチタンカラーはね、意外とね、使い込むと汚い。うん、綺麗には見えない。で、それこれね、まあこれもまあ、なんかね、F3 チタンのチタンカラーをお持ちの方はね、あ、なんか違うなって思われてると思うんで、はっきりとね、その違いをね、もうこのマニアックな赤い虫チャンネルですから、はっきりもうね、お伝えしますよ。で、これね、巻き戻しクランクが F2 と同じなんですよ。F2 の白ボディからこれはね持ってきました。でこれはスポーツ新聞社の先輩がもう当時 F3 に F2 の巻き戻しクランクをつけてらっしゃったんで、ね、そういったことで知識もあったし、ね、それもいいんだなと思ってこれ F2 の
巻き戻しクランクにしてますね、これね。で、それだとね、これね、見た目ではわからないんですけど、裏蓋開閉ロックは効かないようにしてるんですよ。ほら、これ。実は中身はね、F3P のね、シーリングが入ってて、ね、F3P と同じように、これできるんですよ。これさすがにね、この裏蓋開閉ロックレバーをね、外したら、それなりの目隠しした、ね、その穴を目隠ししたですね、ね、このカバーのこの部品に交換しないと F3P と同じようにならないですよね。それがもうさすがに部品は手に入らないんで、このね、裏蓋開閉ロックレバーはついたまんまですけど、F3P と同じようにこれそのまんま引き出せます。ちょっとここにね、引っかかりますよ。引っかかりがあって、その、でも強く引っ張ると、ね、こう引き上げることができる。だから F3P と同じですね、こう、裏蓋開閉ができます。それと、あとこれはですね、ここはですね、防水ボタンはつけてません。これあえて。これは T ボタン、ね、ソフトシャッターレリーズがですね、使えるようにですね、ね、普通のですね、ボタンにしてあるんですけど、まあ、ちょっとこれね、今ね、なかなか強くはめてあるんで、外れないから、ね、そのままお見せしましょうかね。これ G ボタンですね。で、これですね、この周りが白でしょ、ほら。これ、白。でね、これね、普通の F3P のボタン。これも F3P ですけど、普通の F3 のボタンの部品に変えてあるんですよね。これ黒でしょ、黒塗装してる。この G ボタンの周り。ね、これがシルバーじゃないですか、アルミニウムの。これはですね、私が世話になっていたカメラ修理店でね、このパーツをいただきましてね。で、私が取り付けました。ね、そこではさすがにね、わしがつけるわけにならんからね、これ以上は赤山さんの責任でやってくれって言われてね、この部品もらってやったんですけどね。これはね、何かっていうと、ね、この部品は、この巻き上げレバーの部品をですね、ニコンから正式に特約店さんですから、ね、取り寄せができますよね。このまだ取り寄せができる時代に、巻き戻しクランク一式って言ってね、ここのパーツがね、結構このレバー以外のものもね、装着してあるものがね、パーツがバッと送ってくるんですよ。で、それでこのカバー自体は別の部品らしくて、ね、製品化してじゃなくて部品のね、ね、一応その止めをするための目的で、このですね、塗装がない、このパーツがあったらしいんですよ。で、これはね、何種類かありましてね、これね、まあ、うちにも実際あるんでね、本当はお見せできるんですけどね、これです。あ、今外れた。T ボタンが。ね、この G ボタンが外れたから、お見せできましょう。これね、ちゃんとね、これ製品と同じように、ここはね、成形してありますよね、削ってあって。ね。だからこれ本当に塗装がしてないだけのね、ここの部品なんですけど、だからこれ好きでね、これ F3 チタンの、ね、チタンカラーにちょうどいいわと思ってね、これつけてるんですけど、これね、もう一つね、ここのね、削り、このボタンのところの凹みがね、ないものもあります、これ。これも。で、これうちに、まあもう一個それもありますけど、それはね、ちょっと使いにくいので使ってません。で、だからこれはそういったことで部品をですね、自分で乾燥しました。だからね、もうアホですよね。本当にね。まあ普通ね、見た目が変わるというのをね、お好きでないコレクターの方も多いのでね、まあ私の大体ニコンは邪道です。はっきり言って。ね、これだったらもうジャンク品としかね、こう考えられないっていうような価値観もあるじゃないですか。まあでも私はそんな人に譲るとか人に売る気は全くなくて、ね、自分自身が、ね、納得して楽しめればいいなっていう目的でいつもカメラ買ってますんでね。で、だからまあそういったことで、まあ自分自身の憧れた、ね、上村スペシャルにですね、ちなんでというか、ね、それをですね、こう再現をしたいなというふうなところの、まあ私のまあなんていうんですかね、こう、趣味のための、まあおもちゃみたいなようなね、そういった感覚ですよね。まあそれが、この F3 チタンのチタンカラーでございました。はい。まあでもね、どんどん話してるともう1時間近くになっちゃいますよね。でね、最後の方になりましたけれどもね、ね、一応もうちょっとね、文献からね、とりあえず、まあ、話をしてみましょうかね。でね、そうそう、ボディの隙間をね、シーリング化。この上村スペシャルの F2 ですよ。ね。F2 チタンは、ボディの隙間をシーリングしてあったというふうなことが、書いてあります。で、それはね、私ね、なるほどね、と思ったのはね、そのシーリングというのは、ね、F3P がね、シーリングしてあるんですよ。それはね、F3P、今分解できながらね、なんとも皆さんにお見せできませんけどね、これはね、私自身も分解したことがあるんで、ね、はっきりわかるんですけど、このですね、F3P、ね、前から見て、向かって左側が左軍幹部。ね、ニコンではね。
で向かって右側が右軍艦部と言います。でそのカバーね、このカバーを分解して外すと中にアルミダイキャストの骨組みが出てきます。でその骨組みにこのカバーがこう上からねかぶさってるわけですよね。でそれでですね F3P は普通の F3 と違ってアルミダイキャストとね左軍艦部カバーおよび右軍艦部カバーの隙間、本当に隙間ってあってないようなもんですよ。そこの隙間をですね埋めるためにシーリング材がね貼り付けてあるというか入ってるんですよ。でそれがおそらく上村スペシャルにも施してあったんじゃないかなって気がします。まあ、もしかしたらねその辺もねご存知の方があったらまたねコメントで教えていただきたいんですけどね。そういったことで上村スペシャルはねボディの隙間を埋めるシーリング材もあったらしいですね。はい、でそういうねあのスペシャルなカメラだったらしいです。まあ、それで結果的に上村さんはあの冒険のですね、まあ、メモ的なものというか記録撮影に関しては全く問題なくねあの F2 チタンで、こなされたんだそうですね。まあ、だからなんかね ある程度寒いところで取材受けられますよねきっとね、直後だったらね。そこでね他のねカメラマンもねニコン F2 持ってきてたねカメラマンもいたらしいんです当時ね。まあでも他のカメラマンはまあ、例えばニコン以外のカメラだったら動かなかったりとかしたらしいですよね、その寒いところで。ほいでね、なんで上村さんのカメラはここで動くんだっていうふうに言われたらしくてね。でそういったこぼれ話も聞いたことがありますけどね。まあ、だからやっぱり上村スペシャルはそういったね体感仕様だったということ。これでね、まあ、私ね今ねもう1時間になるからどうしようかなと思いながらこれもちょっと話をしとかないといけないなっていうのがもう一つ出てきました。それはねはっきり言ってこれは文献ではなくて私の経験談ですよ。私の経験談なんですけど、F3 をですね、まあ、分解、まあ私も十何台持ってましたからね、もうどうでもいいわってカメラが何台もあるんでね、それを、まあ、ちょっとこれ笑ってくださいね、まあ、どうでもいいわって F3 チタンも含めて、ね、これもどうでもいいわってカメラなんですけどね、まあ、ただ粗雑にしたいという意味じゃないですよ、ね、まあ、多少開けてミスっても仕方がないかなってぐらいのボディだったんです。でこれね、これ製造番号を読み上げますね、ね、8206874ですから、まあ、比較的 F3 チタンのチタンカラーが出て、まあ、初期に近いけど初期よりはちょっと新しいのかなってぐらいな感じかな。でこれねこれもねちょっとマニアックすぎる話なんでね言っていいかどうか分かりませんけどね、メモリーロックボタンがこれはね C ロックっていうね新しいタイプなんですよ。この球面になってて、これがね F3 の初期型だと平面なんですよ。でこれね私が知ってる限りで言うと、またね分かってる人がいらっしゃったら、まあ、コメントで違うようなの違うよって言っていただきたいんですけど、このメモリーロックボタンがですね A ロック B ロック C ロックってあったと思うんですよ私は。でこの球面状のものが C ロックっていうふうにニコンでは言ってたと思うんですよね。でそれでF3 チタンの初期型はね B ロックだったと思うんですよ、チタンカラーが。でこれは花から要はねそこをですねニコンは修理した時に、まあ、新しいものにしてくれるんですけど、これはおそらく花から C ロックになっていた時代の製造番号だと思うんですけどね、その時代のものだと思ってください。まあ、だからこれは820-6874で、それもう一台のこのカメラね、でこの F3 チタンはちょっと新しいですよ、ね、821-4063、ね、これは1万4000番で、こっちのカメラは7000番ぐらいですね、ね、6800番ですからね。でそれでですね、話が長くなりましたけど、この底カバーを自分が分解したことがあるんですよ、ね、F3 チタンは防滴処理、ね、FPC フレキシブル基板に防滴剤が塗ってあるだろうなって私は思ったんです。でところがね、ニコンの某お人です、当時お世話になっていたね、そのお方にですね聞いたんです。その方はね実はね、まあ誰って言ったらもうちょっとね叱られるんでね言えないんですけどね、まあ某ですね、ね、営業所のね、なんて言うんですかね、言っていいのかな、まあまあいいや、まあ、まあ、まあ時効でしょう。ね、営業マンの方ですっごい詳しい人がいたんですよ。まあそれはね制作の部門にもいらっしゃった人で、たまたま営業の方に来た人でね、私に親しくねいろんなことを話をしてくださった人なんですけどね、 F3 チタンの初期型は
防滴処理がしてなかったっていうふうに言われたんです。それでもしも赤山さんが P が欲しくて F3P ね、 F3P が欲しくて買えないとすれば F3 チタンのブラックからだったら OK ですよって言われたの、確実に言えるのは。でそれでその話を聞いてたんで、この F3 チタンを私分解してみたんです。そしたらね、まあ私にとってはって意味で案の定でした。おっしゃる通りね、S さんが、ニコンの S さんがおっしゃった通りで防滴処理が完璧ではありませんでした、この F3 チタンは、チタンカラーは。まあ、ただこれもね、もしかしたら私の個体がそうだっただけかもしれないということの前提で話半分に聞いてくださいよ。まあ、でもこれ嘘じゃなくて私の経験談ですから、まあ、それが赤山秀チャンネルのね特徴ですからね。ね、人からね、ね、聞いたりね、それ見たりとかしたりばっかりじゃ面白くないんで、ね、私のマニアック度のね、変態さをね、もう皆さんの前でもうね、ご披露してしまっちゃってるんですけどね、これを分解したらね、防水処理、防滴処理がしてなかった。で、ところが、ね、これもちょっと細かいこと言っちゃいますね。あの、F3 の初期型が防滴処理の第一段階をされていた。それは私のですね、あの、報道用改造の F3 を、の動画をご覧ください。ね、あの後藤さんがね教えてくださってますから、あ、これって赤山さん、あの初期段階の防滴処理はしてありますねと。それはですね、このチタンカバーの底板とフレキシブル基板の間にゴムシートが貼ってあるんですよ。それはしてあります、この F3 チタンは。はい、だから初期段階の防水処理、防滴処理はしてありますけれどもね、あの防滴剤の塗布がねされていませんでした。ということで、これは私ね、雨の中で使うのはやめましたね、これね。まあ実際ね、これね、なんでこんだけ酷使してあるかっていうとね、地元新聞社がデジタルの時代でもね、フィルム撮影を私に要求してきたんですよ。学童野球の撮影で、野球で。それはネガカラーで撮って、もう現像して販売するんで、もうね、デジタルじゃなくて、もうネガカラー使い切ろうということで、ね、会社にあるネガカラーとネガ現像機を使うという意味でね、私に指令をね、していたのは、この、フィルムカメラで撮れということで。だから雨の中だろうがね、やっぱり野球とかも撮らないといけないんでね。ね、野球が中止になるまでって仕事じゃないですか。ね。で、その間で使うんだったらと思ってね、使おうと思ったけど、これやめました。で、だからその当時、私が、ね、新聞社の仕事で使っていたのは、この F3P。ね。防滴処理がしてある。ね。もう基板、多少濡れても大丈夫。ね。まあ、実際、雨の中でね、試合が中断に、ね、なるかどうかっていうところでね、決勝戦だったんですけどね、もうその日じゃないとね、日程がそれ以上伸ばせないと。中学校野球で何日も何日も雨で、ね、もう流れてしまって、もう3日ぐらいも延期されて、でその3日目もねダメだったらね、中学校のね、野球のね審判の人たちみんな先生なんですよ、学校の先生だから。もうね、学校の仕事があるんで、もう大雨でもなんとか決勝戦を終わらせなきゃいけないということで、大雨の中でこの F3P 使ったんですけど、全く大丈夫でした。はい、まあ、それでちょっとね、話がね、脱線したことを言うとまたもっと長くなるんですけど、もう言いましょうか、せっかくだから、忘れちゃうから。あのね、私複数台 F3P を持っていて、でやっぱりほら、値段がね下落した時にいっぱい F3 とかを買った時期があってね、その頃に F3P をねヤフオクで買ったんですよね。でヤフオクで買ったものはね、残念ながら中の基板が部品交換でね、多分修理したものでしょうね、防滴処理がされてないね基板に乾燥されていたものが1台あったんですよ。でそれで私ね、野球で取材してリークしましてね、ね、雨の日に動かなくなって、で松江のカメラ店に持ち込んだらね、赤山さんこれね、蓋開けてみたけど本物じゃないわって言われて、でそれは本物じゃないっていうのはね、その方はもうニコの特約店のプロ中のプロですからね、修理マンのね、もう部品がさ、防滴剤が塗ってない分が入ってたよ、でおそらくもうね、 F3P が壊れてね、部品交換をしてもらった時に防滴処理をね考えてないところで多分やったんでしょうな、ということで、F3P の本来のね、仕様ではないものが入っていたということで、まあそういったことで、まあ壊れたことがあって、それでまあそれとですね、ほぼ同格になるんですよね、この私のこの F3 チタンの白はね、これね、これだから結局ですね、雨の中でも取らざるを得ないような仕事では使うことを断念しました、これね。まあ、しかしね、F3P とね、黒の、F3 チタンは全く大丈夫でしたよ。もう大雨の中でね、野球がね、中断するかどうか分かんないぐらいのね、
もう結局中止になってしまうぐらいのね、そういった雨の中でギリギリいっぱいまで撮りましたけど、これは本当に大丈夫ですよね。それとね、あとね、チタンはね、腐食しにくいんですわ。腐食しにくい。で、それでね、私ね、汗かきなんですよ、すごく。今ね、こうやってね、今日はね、直子さんがね、こう、エアコンかけてくれてるんでね、ありがたいんですけど、今日ね。今、残暑で暑い中で、昨日なんかもフィルム交換のね、撮影で、フィルムがもうギタギタにこう、なんか乳剤がこう、なんか溶けるんじゃないかってぐらいになっちゃって。まあ、今日はね、エアコンをね、つけていただいてるんですけど、まあ、手に汗かくから、塩分がどうしてもね、カメラにつきますね。ね、それと、ね、私が住んでいた山陰の、ね、島根半島は海岸線です。でね、塩水、海の水がですね、やっぱり風かなんかでね、こう、何かな、こう、ね、ミスト状になってね、空気の中にいっぱい含まれてるところで私は生活してるんですよ。そしたらね、F3 を長年使っていて何が起こったかっていうと、ね、アルミダイキャストのここの部分、ね、この部材がね、ボディの前板とかですね、そこがね、腐食してくるんですわ。ね、ところが、チタンのカバーのカメラに関しては一切腐食はないですね。で、それはですね、私もね、あんまり考えてなかったんですけど、最近チタンの特性をね、こう、あえて調べてみてね、知ったんです。ね、あ、そうなんだ、腐食しにくい素材だったんだな、ということで、ね。まあ、で、チタンの特性というのをね、まあ、ネットで拾ったね、ね、文章をね、ちょっとまあ引用してね、読んでみましょうか。ね、チタンの特性、ね、鉄やステンレスの 60% の軽さなんだと。ね、それで、鉄と比べて引っ張り強度が約2倍の強さがある。ね、それで、3つ目にね、高強度をね、高い強度、ね、を誇りながら、素材に柔軟性があり、鉄よりも曲がりやすくしなりやすいと。で、これね、これはね、すごく工作しにくいらしいです。そういったことで。ね。まあ、それでね、ちょっとこれはね、その言葉とね、果たして適合する話かどうかわかりませんが、F3P とかのね、このチタンカバーのね、合金もそんなにね、分厚いものじゃないんですよね。これね、硬いものでついたんですけど、これね、エクボができちゃったでしょ。で、こういうことでね、あまりね、ある意味の強さはそんなないなって気はしてます。まあ、でもこの F3P のファインダーを潰したよっていう話をね、エピソードで私話してる動画がありますけど、チタンのファインダーは、真鍮製のね、ファインダーのカバーと比べると断然強いです。ここでガツンと衝撃を受けた時に、チタンのファインダーも変形はしますけど、ね、真鍮のカバーはぐしゃっと潰れて、ね、それでこのシャッタースピードダイヤルとかも壊しちゃいます。場合によって。でもこのチタンのカバーは変形が少なくてそこまで食い込まないという経験をしました。ね、だからね、強度に関してはね、ある程度は真鍮に比べると強いんですけど、ただ鉄と違ってしなりやすくて柔軟性があるというところもあるんで、もしかしたら同じ例えばカバーのね、厚さであれば鉄より強いのかどうかっていうのは分からない面もあるかな。まあでも実際相対的に見ると鉄よりは強いと。でね、あと耐食性が高く錆びにくいと。で、特にね、こう海水に対してはね、もうほとんどね腐食しないらしいですよ。だから海の中にね、こう沈めて作るようなね、部材なんかの時もね、このチタンはいいらしいですね。でね、あと超低温下ね、極低温下でもね、脆くなりにくく熱を伝えにくいので、鉄と比べて冷たく感じにくいと。で、あとチタンは強く軽くね、耐食性に優れた金属です。比重は鉄の約半分。強さは鋼に匹敵する強度を持っています。ね、また、安定した酸化皮膜により優れた耐食性を発揮し、ね、先ほども言いましたけど、特に海水に対しては完全耐食を示すと。で、あと溶接、加工、熱処理などのね、材料履歴。ね、そういった今、材料処理しますよね。その処理による劣化も少なくて、さらに、無毒性。ね。それで、生体整合性は多金属に比類がありません。で、生体適応性ってのはね、ちょっとこれははっきりわかりませんけど、こう、歯のね、義歯などに使った場合に、あと、まあ、体に埋め込むような、そういったその医療のね、そういったものですね。そういったものでチタンを使った時にですね、生体適合性はね、他の金属に比べて比類がなくいいというふうなこと言ってます。まあ、だからね、今日は長々とね、チタンの話になりましたけどね、
やっぱりこうなぜにですね、まあ、チタンを、ね、採用したのか、ね、上村スペシャルにね、なぜにそのチタンを採用したのかってことを私ね、あまり知らなくて憧れてましたからね。まあ、実際今回の赤山修チャンネルのこのチタンのカメラとはというね、まあ、これタイトルなんてするか分かりませんよ、まあ、ちょっと後で考えますけどね、あのこのね、普通チタン上村スペシャルとはね、何だったのか、でそしてチタンのカメラとは、ね、どんなものだったのかということでね、またもねチタンのね動画が一本できちゃいましたね、本当にね。まあ、しかしまあ本当にこれもね憧れていましたけどね、まあ、いざ年を取ってからね手に入れてですね、まあ、ここまで話がね尽きないものだと思いませんでしたね。まあ本当にツイッターでもね、本当にねツイッターの仲間の皆さんね、本当申し訳ございません、本当にね最近チタンのネタばっかり振ってましたからね。こうだからこうね、私も思わぬね結果を生んでしまったのはね、この普通チタンのノーネームをね買った人がね若干2名おられますからね。はいね、本当にあのね普通チタンのことを私がもう毎日の毎日ね語ってたりね、写真でねこうお見せしてましたらね、あのついにというかね、そういうあの被害者があの生まれてしまいました。はい、まあ、でもなんかその方はね、あの赤山あの F2 チタン教のね信者でございますというねおっしゃっていただいてるんでね、それはそれでねこう覚悟の上で買われたと思うんですけどね、こう言ってですね、もうやっぱりこう触ってみてねチタンのカメラってのいいですね。でただねこれね直子さんにね今日その動画撮るって言ったんですよね。そうすると直子さんはね、真鍮の方がいいじゃんって一言言われました。それはあの剥がれたところね見た目がね、そのチタンの色はねあんまりかっこいいと思わないということでした。まあ、真鍮カバーなわけで、確かに真鍮は黄色いですからね。今ちょっと今ね、あそうかニコン F があったわ、あのこのニコン F がねこれ真鍮ですね、これね、あ確かに違うよね、これ真鍮の下地がね見えてますよね、これ好みですよね。だからまあね、チタンがね全てじゃないというところもね言えるかもしれませんがね。はい、というわけで今日はですね、もう1時間以上あの話をさせてもらいましたけどね、ニコン F2 チタン、まだまだね話をしたいことも出てくるかもしれませんがね、こうしてですねもう皆さんにですねいつもお付き合いいただきまして、本当にあの嬉しい悲鳴をあげております。でまたまたですね、あの別の日にあのフィルムカメラね、それについてのですね動画もいっぱい上げておりますんでね、まあ、ぜひですね重ねましてね、あのお暇な時間があればですね、あのお付き合いいただければと思います。はい、それでは皆さん、もう1時間突破しましたけど、今日もですね長時間ありがとうございました。でそれでは F3 チタン、もう今日お見せしてね長くなっちゃったんですけどね、 F2 チタンのお話でございました。でそれではどうぞまた、はい、さようなら、失礼します。